はい、皆さん、こんにちは。鈴木よしかずです。前回の動画では、Linux 環境の作成からですね、W2Web っていうこのユーザーインターフェース、Win2 系のユーザーインターフェースの起動までを詳しく解説しました。で、今回はですね、いよいよ実際に DFT 計算、密度半可数法計算を、実施してみたいと思います。で、まずはですね、Win2 系の公式チュートリアルに準拠して、単価チタンの例がよく取り上げられてますんで、この単価チタンですね、TIC の計算をトレースしてみたいと思います。で、今回の動画では、入力パラメータの意味とかですね、これなんでこういう数字を入れてるんだろうとかっていうのが、なかなかこう、ざっと見ただけでわからないことも多いので、それを丁寧に説明するっていうところら辺を心がけてみました。ブラックボックス状態でね、チュートリアル眺めるだけっていうよりも、結構理解が深まるんじゃないかなというふうに思います。で、前回終了した画面、こんな感じでしたね。W2Web が立ち上がって、で、新しいセッションを起動しましょうっていうのと、セーブされている、セッションを立ち上げましょうみたいな、画面が出てきたところで終わってたと思います。で、実際のこの強化のオペレーションはですね、概要欄にリンクしている、Win2K、Win2K の公式チュートリアルとか、あと Easy Edu さんっていう方がですね、非常に丁寧な、動画を上げてくださったりとか、そういう動画とかも参考にしながら、このオペレーションを やらせていただきました。はい。で、さて、実際にですね、操作に入る前に、グラフィカルユーザーインターフェース、もうこれほぼ完成してるんですけども、少しだけ、構築、設定をするというのをやっていって、実際の計算に、入っていきたいと思います。ウェブブラウザを立ち上げます。ここ、Linux Mint のマッテエディションだと、ここにFirefox があるんですけど、はい。こういう感じで、ブラウザを立ち上げて、W2Web とですね、X クリスデンですね。結晶構造描画ソフトっていうのを、前回インストールするっていう話をしたんですけど、まだちょっと質量の連携のとこまで行ってませんでしたので、そこをちょっとやってしまいたいと思います。ここの、インストーリング、X クリスデン、and enabling view structure in W2Web っていうのがですね、これが非常に、わかりやすい、動画ですよね。で、フィジックススクールさんっていう、チャンネル名のところで、公開されてるんですけども、これまた皆さんぜひ見てみてください。簡単なところは今日紹介したいと思います。あと、いつもおなじみの、第一原理計算入門さんですね。これもう本当に、もう辞書みたいに非常に役に立つホームページですけど、ぜひ見てください。で、肝心なところがですね、この雑多な記録さんとかもすごく、よく参考にさせていただくんですけど、少し下げていくと、ここにですね、ラシード先生の、ホームページが見つかります。こちらがですね、なんかすごく非常に詳しく、Win2K、Win2K の、操作法とかをまとめられてますんで、きっとですね、こう上級者になっていけばいくほど、参考になるんだろうな、という感じがします。で、今日ちょっとやらせてもらおうと思うのは、クリスデン、X クリスデンと、W2Web の連携なんですが、で、ここにですね、スクリプトというのがあります。手動で W2Web に、自分でもちろん X クリスデン登録することができるんですけど、結構難しいんで、で、それをですね、手順を自動化できるスクリプトっていうのを作っていらっしゃいます。で、これをありがたく使わせてもらおうかなっていう感じですかね。で、ちょうどですね、さっきこのビデオいいですよって言ってた、リレイティッドビデオとかね、こうチュートリアルビデオを作られてる、作者の先生なんですけど、そこでもですね、なんかこの RV5 っていうやつね、インストーリング X プリスデン&イネーブリングビューストラクチャー in W2Web っていうのが、さっきの YouTube 検索で、見つかったやつですね。多分ここをクリックしたら同じやつ出てくると思うんですけど。で、あと、それに、付随したスクリプトっていうのが、この、インストーリング X クリスデン&イネーブリングビューストラクチャー in W2Web、スクリプトというやつになります。ということで、こちらをクリックしてですね、そうすると、ダウンロードされます。Linux の場合は結構デフォルトが、Firefox の場合が
多いので、まあ私 Firefox よく使うんで、わかりやすいんですけど、ここダウンロード先は、自分のホームディレクトリの、ところの下にある、デフォルトのダウンロードですね。特に環境を変えなければここにセーブされます。もちろん私がよくやってる Windows のやつみたいにデスクトップにセーブするとかでも、OK なんですけど、はい。そうするとですね、ここにxcrisden pass、win2k.sh っていうシェルスクリプトの、まあ、ファイルができてますよね。これどんなやつかというと、これダブルクリックしたら、ファイルは開きます。で、これテキストファイルで、こんな感じで、こうやったらこうします、こうやったらこうします、みたいな、ことが、書かれてるんですよね。で、これを、要は条件判断して自分でこう、なかなかインストールするっていうのは、ちょっと、ね、Linux の知識とかもだいぶいりそうな感じなので、で、最終的に、この2つのコマンドを実行したらいいよっていうような、スクリプトを作っていただいています。これですね、ちなみに、これそのまま実行しようとすると、このファイラーからやる方法もあると思うんですけど、これ実行、こんな感じで開いちゃいますし、で、右クリックしても、なんか Windows みたいに実行するっていうのがね、ここにこうパッとすぐ出てくるわけではないんで、ちょっと今回ターミナルから一回起動してみたいと思います。で、ホーム鈴木ダウンロード。これがダウンロードのところですね。で、これコピーして、で、貼り付けて、で、まあ、ここにディレクトリ動いちゃってもいいんですけど、もしこうやってフルパスで、打ちたいときは、で、これも、この名前の変更を使うと、コピーできちゃうんで、この状態でコピーして、で、こっちの、端末に持ってきて、で最後、.sh ですね。この状態で、一応これが、起動させる命令になってるんですけど、このまま状態ですると何が起こるかというと、こんな感じで、許可がありませんっていうのが出るんですね。許可がありませんっていうのを許可するには、まあ、一つ、チェンジモッドっていう ch モッド、プラス、x でしたよね。で、この x がエグゼキュートとかなんで、実行する権限を、付与するように、モードをチェンジします。これなんかよくできてますよね。はい、こんな感じで。で、そうしておいて、さっきのフルパス指定で、全部こうしてあげると、コピーして、貼り付けて、で、これで、今回はですね、許可がありませんというのは出なくなりましてね。で、これで実行可能になってます。で、実行可能になったので、もう一度、これ今度はチェンジ持っておりませんからね。実行できるっていうことなんで。で、そうすると、実行ファイルみたいに、この sh っていう拡張子がついてるやつを実行できるようになります。はい。これで実行できちゃいましたね。で、その後、ここのソースと、w2web っていうコマンドを打ったらいいんですけど、ちなみにですね、この操作が少しめんどくさいっていう方は、これをですね、このテキストファイルを、プロパティで見てあげて、で、アクセス権っていうのがあるんで、で、ここに、今この実行のところにマークついてますよね。これ最初マークついてたなかったんですね。で、ここでピッてマーク入れる操作と、こちらのさっきあった、チェンジモッドっていう操作が、実は一緒ということなので、まあ、厳密に一緒かどうかちょっとわからないんでね。まあ、見た目上は一緒ということなので、こちらピッてクリックするだけで、さっきのコマンドのところは省くこともできます。まあ、でもこれ、この辺の操作はちょっと一つずつ覚えていった方が、後々役立つそうなんで、ちょっと今やってみました。はい。で、ここまでできたら、run the following commands in the sequence ということなので、この1番飛ばすとね、うまくいかないですよね。これを、ちゃんと、コピーして、貼り付けて、これですね。で、あと w2web。まあ、こんだけ短いやつは自分で打ちますけど、はい。という感じで、で、やるとですね、この w2web のやつが、再起動されますってことなんですけど、これちょっと一応念のため、閉じといた方がいいかな。で、
ここで改めて、この鈴木、VM7890 っていうところにできた、これデフォルトのやつですけど、こいつをこう、リンクを開くにしてあげると、まあ、もう一回立ち上がりますね。で、この状態まで来てると、これ見た目はこう変化ないんですけど、この次の画面で、X クリス電が、連携されているということになります。で、ここで、いよいよ準備完了ですね。で、あと、公式のユーザーガイドっていうやつがですね、ダウンロード可能なんですけども、これソースコード買わなくてもダウンロードができるんで、見るだけは見れると思うんですが、実際に、ソースコードを買われてる方はですね、まあ、これを首っ引きに見て、理解するってことなんですけど、まあ、ユーザーガイドの3章のところでですね、マニュアルだと3.6節で16ページくらいのところらへんに、バージョン21.1の Win2 系だと対応しています。はい。で、この状態、まあ、まっさらの状態なんで、何回か試してみたとかっていう方は、もうここにすでに、セッションの名前ができてるかもしれないんですけど、まあ、その場合は新しく、適当に名前変えて作ったら OK です。で、クリエイト、する前に、ここに、まあ、TIC なんで TIC っていうふうに打つとしますよね。はい。もうこれまあチュートリアルで A 版なんで。で、クリエイト。で、こんな画面が出てきます。で、ここで、ちょうどですね、ホーム鈴木 Win2K っていうところで、TIC っていうのを、作りますと。で、ここに TIC ができましたと。で、セレクトカレントディレクトリってことで戻ってあげて、クリックトゥリスタートセッションというふうにすると、新しいセッションが追加されたと。ということになります。で、この今の時点では、このファイラーの中にですね、この TIC の、フォルダーとかっていうのが、こう、パッと見えない状態なんですけど、これ、後でセーブすると、なんか出てくるみたいな感じですね。で、この状態っていうのは、ちょうど、私の場合、これ、チュートリアル用に、自分のホームディレクトリの下に、Win2K のフォルダー作ってるんですけど、まあ、もうちょっとね、こう、皆さん、何人も何十人もで使うっていう環境になってくると、こういうようなホームディレクトリじゃなくて、ユーザーとかローカルとかオプトとか、その辺の下に、プログラムを、コンパイルしたやつを作ったりとかすると思うんですが、まあ、ちょっとここを、見れる状態にしておくとですね、あと、どういう作業をしてるかっていうのが、わかりやすいと思います。で、新しいセッションができて、TIC を作って、で、まあ、こんな感じでですね、セッションの ID とかがつくんですね。で、これに、まあ、もともとこれユニックスとか Linux とかで開発されてるんで、まあ、こいつが走ってる、W2 Web が走ってる PC なり、ワークステーションなりに、まあ、いろんな人が、ちゃんとアクセスできますよっていうような、作りになってます。で、これは今、パソコンとして使ってるんで、仮想環境の上で使ってるんで、あんまりこの辺は気にしなくていいんですけども、で、まあ、ちょうど TIC っていうのが出てきているというところまで確認しましょう。で、ここでも、完全に、機能としての準備はもう整ってるんですが、一つだけ、見た目をかっこよくするっていうのがありまして、これは、なんかよくチュートリアルとかでも、なんかこの辺のメニューが変わってるので、どうやって変えてるんかなっていうのがあるんですけど、ここにコンフィグレーションっていうのがあるんですね。で、そこで小 JavaScript メニューっていうのをピッと押してあげると、こんな感じで。で、Save These Value っていう風にして、で、Click for New Setting to Take Effect Immediately っていうことにすると、ちょっとさっきの1回目に一瞬戻るんですが、もうこの TIC のセッションできてますよね。で、これでセレクトしてあげると、こんな感じで、JavaScript のメニューで、かっこいいメニューが出てくるということになります。で、ここのね、メニューの見た目変える部分は別に飛ばしちゃっても、大丈夫ですし、個別の項目はずっと開いて表示されてる方が便利だよっていう人は、この JavaScript はオフにしてもいいですね。これ何回でも変えるの、このコンフィグレーションのところですぐ変えれますんで。で、いよいよですね、ここから、パラメータの入力に入っていきたいと思います。で、基本的には、上から順番にやっていけばいいっていうふうになってますね。これよくできてますよね。エグゼキューションっていうところがあって、で、ストラクトジェンっていうところで、これマニュアルとか見たら、ここに TM トレードマークついてるんで、これはなんか、勝手に使うっていうよりは、そういう、この固有名詞になってるみたいですね。
構造を作りますよっていうところでクリックします。で、これデフォルトで、まあ2入ってるんですけど、単位格子というかですね、プリミティブセルの中に、まあ2つの原子が入ってるやつを、考えますよと。これまあ3つとか4つやったらこう3とか4に書いてるんですね。今回 TI と C なので、これで OK なんで、ジェネレートテンプレートにします。はい。で、そうすると、こんな感じの画面になりますね。まあ、材料をやってる人とか、まあ、物理、固体物理とかね、カーブとかやってる人っていうのはもう、この格子の空間群とかっていうのはちょっと知ってるよっていう方もいらっしゃると思うんですが、少なくともですね、この TIC っていうのは、実は岩塩構造で、NaCl とかと同じような結晶構造なんですね。で、タイプとしてはですね、F、フェイスセンターですね、免震格子っていうことになります。で、もう少し、詳しく見ていくと、実は、ここで、後ろに230個空間群っていうのが、あって、で、これ直接選ぶこともできるんですけどね。で、ちょっと一番最後の方の、になればなるほど、結晶の対称性が良くなっていくんですけど、この225番の FM3-M、まあ、実はこの岩塩構造とか、この TIC とかの、空間群になるんで、まあ、これを直接選んであげてもいいんですけど、まあ、今回チュートリアル勉強っていうことなんで、ここから丁寧に行ってみたいと思います。で、まあ、免震格子っていうのは、免震立方っていうのまでは分かりましたよと。で、ちなみに P が、プリミティブで、で、特に対称性があんまりないっていうやつですね。こう、なんか分からへんときは P にしといて、後で決めるっていうこともあるみたいですけど。で、B が、ボディセンターってことで、耐震格子で、で、XY がついてる CCC っていうのが C 底面の、位置底心とかのね、格子とか、そういうやつですね。で、R がロンボヘドラなんで、両面対称。まあ、三方章、分類することもあります。両面対称で、H がヘキサゴナルで、六方章ですね。はい。で、F を選んで、で、次、格子乗数が、公式のチュートリアルの方では、とりあえず 4.3 とかっていう感じでしたけど、マニュアルの方にはちゃんと 4.328 っていうもう少し詳しい値が書いてますんで、それを一辺にしておきましょう。はい。個別に 4.32 とか 4.3、4.33 とかでも計算ができないっていうんじゃなくて、あくまでこの計算っていうのは、この公式乗数を固定したときにどういう風になるかというのを見てるんで、まあ、ここの入力した値が、まあ、特に、最適化さとかさせないんであれば、こいつを固定した値ということになります。で、単位オングストロームですけど、これ、ボーアも選べるみたいですね。私とかみたいな、こう、X 線で材料解析してとかっていう人は、もうオングストロームが使いやすいと思います。で、アルファ、ベータ、ガンマ、90度、90度、90度ですよね。で、ここまで OK です。で、一つ目の原子がチタンで、で、二つ目の原子が、で、カーボンですよね。で、原子位置がチタンがコーナーの000で、カーボンがですね、2分の1、2分の1、2分の1。まあ、0.5、0.5、0.5。これ2分の1っていう書き方しても、ちゃんと判定してくれます。で、ここではまあ、わかりやすいんで 0.5 ってとりあえず解きますけど、で、0.5、0.5 ですね。分立座標ですね。で、これも、あと、ここを、例えば、Z イコール X っていうような書き方をしても、ちゃんと認識してくれるみたいですね。これ、今、チタンが角で、カーボンが、ちょうど、ですかね、この座標を取ってるということなんですけど、これ入れ替えても、ちゃんと、同じ構造になりますんで、平行移動した、平行移動したら同じですからね。はい。ただ、まあ、こうやって、取ると、他の人と比べやすいっていうことで、こうします。で、これで、まあ、基本的に格子乗数と対称性と、原子のいる位置ですね。というのを入れましたので、これでセーブストラクチャーまでします。だからこの時点では空間群225番とかっていうのは全然こう入力してないですね。F としか入れてないですけど。はい。で、一回入れると、こういうストラクチャー前のこの4つのメニューが出てくる。画面に切り替わりますので、まあ、セットオートマティカリー、RMT& コンティニューエディティングというところを入れます。RMT なんですけど、これ何かなって、
マフィンティン半径って言われる量らしくて、エッグマフィンとかね、ソーセージマフィンとか、あのマフィンですね。で、マフィンティンっていうのは、なんかマフィンの焼き型のことを言うらしくて、見た目はたこ焼きの型に実は似てるんですけど、まあ、そこが平らになってるやつですね。あれがマフィンティンです。だからどっちかというとですね、関西とか九州とかで回転焼きって言って、あと関東で今川焼きってよく言いますよね。まあ、そういうのに近い、形になってます。で、マフィン焼くとき、これ、鈴板が使われたみたいで、鈴なのでマフィンティンらしいですね。で、マフィンティンポテンシャルっていうのは、原子核に対応する、球対象の部分と、まあ、それ以外の平らなところからできててですね、で、球対象の部分の半径が、RMT ということですね。で、それが内接球に近い値に自動的にセットされると。まあ、結晶構造模型だと単純にこう、球しか置かないということなんですけど、実際の原子の、まあ、電子の軌道とかっていうのは球対象だけじゃないので、まあ、それを表現するために、このマフィンティンポテンシャルっていうのがよく使われるわけですね。ということで、ちょっと前置き長くなっちゃいましたけど、これを、セットしますと。で、次に、オートマティックディタミネーションオブ RMT と、というのが出てくるんですが、で、これもですね、こうチュートリアル見たらとりあえず 5% 入れましょう、えいっていう感じだったんですけど、これ何してるかというとですね、まあ、格子上数、今回、特に変化させたり、まあ、格子上数変化すると格子体積も変わるんで、まあ、その辺を変化するに今回固定して、例えばこれ1サイクルだけでですね、シングルカリキュレーションっていうのを、やると。まあ、その状態で計算して、あんまり変化させない。一回計算して終わりっていうのであれば、特に全然こういうのを変化、RMT っていうのを変化する必要ないんですけど、複数サイクルをね、計算していくっていうか、場合、何回も何回も計算を回して、最適値に整えていくっていうようなことをするときは、3から 5%。これ1から5って書いてますけど、なんか3から5くらいが適正らしいですね。うまくいくようです。ここでは、公式のチュートリアルに合わせて、5% でやってみたいと思います。多分厳密に言うと少し違うのかもしれないですが、イメージとしては、ちょっと少し大きめの球同士が、グイグイっと押し合ってくっついてる、まあ、圧縮されてるっていうようなやつを、イメージしてください。で、そのですね、圧縮されてる度合いっていうか、もう、ギュギュッとなってる度合いが、5%。っていうのをイメージすると、まあ、多分近いと思います。今回のお試し計算では、まあ、格子上数とか、まあ、原子座標に、まあ、実験値に基づいた値の先の4点、ちょうどこの RMT を、変化少しさせていって、まあ、電子運の重なりっていうんですかね。まあ、原子のサイズ、電子運の重なりだけを変えて、まあ、結晶が持つエネルギーを最小化すると、安定化させるというような実験をすることに対応しています。で、これで、do it ですよ。はい。で、そうすると、さっき空欄にしておいた、ここの RMT に、自動計算された、2.12 とか、1.74 という値が、自動的に入っていることがわかります。で、ここまでできましたので、これでですね、やっとセーブストラクチャーですね。はい。で、セーブストラクチャーをして、で、さっき一番上やりましたので、次、この、セーブファイル&クリーンアップっていうのをやります。で、そうすると、さっきまで黄緑の画面やったのが、ちょっとピンク色の、こう、画面に変わりましたよね。いわゆる、ビューオンリーモード、見て確認するだけですよっていうのが分かるようにしてる、画面ということになります。だから、なんか編集したいときは、もう一回このエディットストラクチャーファイルと、というのを、もう、やったらまた緑のやつに戻ります。ここで、ちょっと着目したいのが、この、左カラムのところにですね、ビューストラクチャーっていうのが入ってるんですけど、これ実はですね、X クリスでの連携、最初にやったやつをやらないと、ここにビュークリス、ストラクチャーっていうのが出てこないんですね。で、ちゃんと連携させておくと、ここクリックしただけで、この格子上数の値とかがやり取りされてますんで、非常に使いやすくなるということになります。で、ビューストラクチャーボタンを押してみましょう。えい。で、こんな感じで、立ち上がります。これなんかかっこいいですよね。ちょっとね、ごめんなさい、表示型ついてるんですけど、これはあくまで仮想環境の上でバーチャルマシンで使ってるんで、CPU パワーが足りないって感じですけど、まあ、普通に、インストールすると、もっと滑らかに動くんじゃないかなと思います。
レイトレーシングしてね、こうやって光の表現もしてあるんで、かなり綺麗な、グラフィックスなんですけど、ちょうど大きいのがこれチタンの原子で、ちっちゃい黒いやつが、炭素の原子ですね。ちょっと、少し黒バックに黒だと分かりにくいんで、このモディファイで、アトムカラーを、変えてやることができます。今、まあ、カーボンのところがこう、黒で表示されてて、まあ確かにカーボンやから黒っていうのがね、イメージ的に分かりやすいんですけど、で、これちなみにこのレッドとグリーンとブルーっていう RGB 表記になってて、RGB やから可視光混合してあげたらいいわけなんで、赤と、グリーンを足してあげると明るくなって、黄色になりますね。この自発光の LED モニターとかそういうやつ色を混ぜると明るくなるっていうのが RGB 表示です。で、印刷の時に使うのが、CMYK っていう、可視光すると暗くなるという原色混合ですね。で、なんかそういうのもちょっとチラッと、トライアンドエラーでこうやってると変わるんですけど、意識してると狙ったところに色持っていけると思います。で、これをアップデートカラーをしておくと、どうなるかというとこんな感じで、まあ、ちょっとね、見た目色っぽくなっちゃいますけど、見やすい方がいいんで、これでちょっと行ってみましょう。これどの、例えば C のちっちゃいやつもどれも透過なんですが、中心のやつにこう着目すると、0.5 ミリのところのやつですね。こんな感じで、ちょっと重いですね。で、こういう重いなっていうのを見ると、あ、これ多分レイトレーシングオフにしたらもうちょっと速くなるんですよね。重いなっていうのを見ると、まあ、ちょっとグラフィックボードが欲しいなとかっていうふうになっちゃいますよね。ここの真ん中を見ると、この周りに、まあ、チタンがですね、1、2、3、4、5、6ついてますよね。だから最近説に、まあ、6杯、してますよっていうことになります。ちょうど、ここから、これが1とすると、ルードニの距離にある、こういうやつですかね。辺の中心のところの、炭素原子のところまで。これが、1つの面に4つあって、それが上も、あるとかっていうことで、これカウントすると、12杯ですになりますよね。で、こんな感じで、もしこれね、例えばこのカーボンだけに着目してチタンがなかったら、これ普通の免震立方格子なんで、原子のところ、同じ種類の原子のところは、まあ、12杯になるっていうので、これってもう、高校の時とかにあった立方細密充填とかね、そういうのやりましたよね。で、それと一緒ですね。免震立方の、免震立方構造の、副格子は、まあ、岩塩構造の副格子は免震立方構造になってると。いうことがわかります。今、微妙に免震立方格子と免震立方構造っていうのを、使い分けてるんですけど、その辺を意識して使い分けるといいかなと思います。格子っていうのが格子の形でさっきの P とか F とか B とかですね。で、これちょっとかっこいい、図なんで、これをちょっとせっかくなんでこの辺に右側に置いておいて、はい、で、これで、結晶構造の確認まで終わりましたんで、次ですね、イニシャライズカリキュレーションという、まあ、上から順番にいってるわけですね。イニシャライズカリキュレーションというところから、今、計算に必要な、パラメータを入力するということに入っていきます。このファストモードって言うと、早く、まあ、比較的パラメータ少なくてお手軽にできますっていうのを、まあ、公式のチュートリアルさんの方ではやってたんですけども、まあ、今回せっかくなんで、マニュアルの方に準拠と、いうことで、あと、イージーイリュさんの方でもこれやられてますかね。この、全部、インディビジュアルモードの方で、個別に何を設定してるかっていうのを、ちょっと確認しながら進めていくというのを一回やってみたいと思います。パラメーターとかのね、詳しい意味とかっていうのは、第一原理計算入門さんのウェブサイトに非常に詳しくまとめられてますので、まあ、ぜひ見てみてください。お勧めします。はい。で、ですね、まあ、このファストモードを使うと、まあ、そのまますぐに次の SCF 計算、まあ、ラン SCF に進めるんですけども、こちらから順番にやっていこうと思います。で、まずは XNN で、これ X ナノメートルの、間違いじゃないですね。NN っていう名前なんですけど、こいつをクリックします。で、まあ、単位格子中の、各原子のですね、隣接原子の座標と原子間距離を計算するときに、最近接原子の名前までを計算するかというのが、この X、
NN ですね。で、この時に、やっぱこの結晶構造模型を見ながらやると、なんとなくイメージしやすいんですけど、ここで2倍の2っていうのが入ってるんですが、これだとですね、何をしてるかというと、先、自動で計算された、RMT とかを基準にしたやつの、2倍のところくらいまで、計算しますということになります。ここの、例えばこことこことかね。で、この間が、まあ、1かなっていうふうに、すると、この2倍すると、ちょうど、一辺分になると。まあ、この講座とそういう感じですね。他の構造とかでも、2をとりあえず入れてたりってことなんですけど、まあ、何してるかというと、この対象にしてる原子から、まあ、再輪接とかに、まあ、決めた、原子の2倍のところまで、計算しますよ、ということになります。RMT を5にしてて、まあ、5%くらいちょっとサイズを変えてたということになるんですが、これをもし0に設定してると、まあ、ちょうどですね、この一辺の長さに、等しくなってくるわけですね。エグゼキュートをすると、こんな感じの、テキスト、まあ、確認画面みたいなやつが出てきます。まあ、init l apw ですね。はい。で、こいつを押します。で、ここの xnn が終わりました。こんな感じで、これ設定して、確認して、設定して、確認してっていうのを繰り返していきます。で、view のアウトプット nn ってことで、さっきの xnn って x っていう部分が前についてるのは、その実行コマンドっていう意味みたいですけど、ここでは。ね、それで、計算させた値っていうのを、次の、ボタンで確認するという作業ですね。こんな感じで伸ばしてあげると、若干使いやすいかなと思うんですが、で、生成されたアウトプット、まあこれテキスト形式で出てるわけですね。詳しいとこはなんかこの辺わからなくても、ちょっとこの並びを見てみたいなと思うんですけど、中心原子が1の時、まあこれ1を Ti としてるんですけど、で、その時は、距離が一番近い第一近接にカーボンが6個ありますよってことですね。で、同じ種類の原子、まあ、この、つまりチタンですけど、で、チタンが、12個、12杯ありますよですね。で、あと、第三近接のところに、一種原子ですね。チタンから見た場合は、カーボンが8個ありますよということになります。で、逆に真ん中がカーボンだと、まあ、この図だと分かりやすいですね。真ん中がカーボンだと、周りにチタンが6個いて、で、そのちょっと先にですね、カーボンが12個いますよと。まあ、ルート2の長さのところですよね。で、そのところの、もう少し長いところに、8個のチタンがいますよということになります。この結晶模型のところで、ちょうどこの真ん中のところに着目すると、最初のチタンがこれですよね。これ。こいつが6個ありますと。で、次のカーボンが、まあ、ここでもいいですけど、ちょうどここ1としたら、こうルート2の長さになるところに、カーボンが12個いますね。そうですね。で、次にチタンが、ここから見たら、この隣のチタンじゃなくて、ちょうど、ルート3の1のチタンって言ってるんですかね。まあ、ここを起点にするよりも、ここを起点にした方が分かりやすいですけど、こことここの長さじゃなくて、この長さですね。だからちょうどこの長さっていうのは、ここに出てくる長さっていうのは、これの、この長さのルート3倍になってます。はい。これちょっと計算する RMT がさっきのファクターで2っていうふうにしてたので、まあ、圧縮してる割合が0%やったら、その第三近接は出てこないかなと思うんですけど、ちょっと圧縮されてるんで、圧縮っていう言い方がいいのかな。格子のサイズが、計算ちょっと多めに取ってるっていうことになるんで、この第三近接のところまで出てくるということになります。これ OK なんですけど、まあ、これ見て OK よっていうことがわかれば、セーブ&、イニットラパオですかね。これを押します。で、同じように進めていきましょう。次、イニットラパオって、ここは特に何も出てこないんですけど。で、そうして次にこの S スペースグループですね。で、そうすると、これで計算させた、スペースグループが、アウトプットとして出てくるっていうのが View アウトプットスペース S グループですね。
ね、さっき、入力の時覚えてますかね、ストラクチャージェネレーションの時は、空間語225とかって入れてなかったですね。だから、こう勝手にこうプログラムが計算してくれてるんですね。この座標の入り方だと、空間語225の、これは外縁構造だよっていうことが、分かっちゃうっていうことなんですけど、ね、まあ、外縁以外ももちろんこの225あるんですが、まあ、空間語225っていうのが分かっちゃうんですけど、で、それがFM3 バー M っていうことで、フェースセンターで、まあ、ミラー面とか3回の回転、回反とかそういう軸があってっていうような、この対象要素ですね。ヘルマン網羅記号とかで、書かれたやつが出てきます。で、これビューアウトプットグループということで、まあ、こんな感じで、テキストが出てくるわけなんですけども。で、これ見て、セーブですかね。で、これで、ここまで OK で、まあ、確認できたら、この構造を使いますかということなので、Yes。で、次ですね。X シンメトリーというのが出てきて、これをクリックしてあげると、スペースグループコンテインズインタインバージョンっていうのが、1行目に出てきます。で、これは反転対象、まあ、対象中心があるっていうことを示してるんですけど、これ実はね、材料やってる人には結構大事で、どっちの研究室とかだったら、有電体材料とかも少し研究してるんですけど、まあ、その時に、反転対象があると、共有電性は出ないですね。で、反転対象がない結晶の時は、まあ、どっちかに電荷が偏った状態で、そのままにすることができるんで、共有電性が発現したりとかします。これのこの有無っていうのは、反転対象の有無っていうのは結構大事ですね。っていうのがこの1行のこう裏側に隠れてるような気がするんですけど、はい。で、それで、イニットラパをですね、こうします。コピーストラクチャー ST というのが出てきますので、これをクリックします。で、そうすると、これまたテキスト画面になるんですが、スクロールしてあげると、ここでですね、オペレーションが、ね、48個も書かれてるんですが、この空間群225番の、FM3 倍 M っていうのの対象線の中には、この48個の、対象操作っていうんですかね、オペレーションがありますよということで、まあ、ある意味この結晶構造模型だと、ここの角っこの位置のチタンとですね、真ん中に、カーボンがいますよっていうのを与えてあげるだけで、他の位置が自動生成できますよっていうことになるわけです。で、これでまあ、確認しましたよということでセーブします。次はですね、まあ、ここまでがなんか結晶学的な話ですね。いよいよここから、まあ、密度反関数法特有のっていうところに入っていくわけなんですけど、この XL スタート、これを押してあげると、こんな感じで、セレクトエクスチェンジコレーションポテンシャルというのが出てきます。で、これがですね、なんか密度反関数法の評価値とかを、読んでると、まあ、なんか結構最初の方に出てくるんですけど、まあ、いろんな交換相互作用っていうののポテンシャルを選びますよということで、PBEGGA っていうのがこういうデフォルトになってるんですが、その他には LSDA とか WC とかですね、PBSOLGGA ですかね、まあ、そういうのが、まあ、デフォルトで選べるようになってるんですけど、で、これが何かということなんですけど、この GGA っていうのが、電子密度の空間勾配もちゃんと、考慮してますよっていう、ジェネラライズドグラジュエントアポロキシメーションっていうのの略ですね。略語の元を聞けば、なんとなくそういうことかなっていうのが分かってきます。で、あと、PBE とかね、そういう3文字のやつがついてたりするんですけど、これはそのポテンシャルを計算とか作ったとかっていう人の、名前ですね。共著の方の頭文字1個ずつ取ったりするのよくやるんですけど、実験やってる方やったら、ベッド4のベッドとかそういう名前使ったと一緒ですよね。で、パーデューブルケ・エルツァーホフですよね。っていう3人の方の、頭文字を取って PBE っていうふうに呼ばれてます。いつ、例えばその PBE ポテンシャル自体もどんどん更新されていたりとかすると、この年の PBE ですよとかっていうのを、わかりやすくするとかっていうために、PBE96 とかっていう言い方をされますね。で、これを選ぶと。まあ、別のやつも選べるんですけど、今回はこれでいきます。で、あと、エナジーセパレーションっていうことで、
セパレーションエナジーデフォルトのマイナス 6.0 リュードベリっていうことにしてあります。で、これデフォルトのままですね。物性物理とか固体物理の人はこのリュードベリっていう単位もお馴染みかと思うんですけど、私みたいな科学出身の人で、まあ、まあ、量子科学とかあんまり勉強していなかったなっていう人は、なかなかピンとこないんですけど、まあ、これは、実はなんかエレクトロンボルトに直すと1リュードベリが 13.6 エレクトロンボルトとかっていうことなので、まあ、それを聞くと、なんとなくこう、相場感が使えますよね。で、これでエグゼキュートして、確認画面が出ますので、インターラパー、イニットラパーですかね。で、そこで、ポテンシャルの設定を、まあ、この種類にしますよ、みたいな設定をしたんで、ビューアウトプットですね。さっきの XL スタートっていうので、計算された結果っていうのが、出てきます。だから、ウィンに行け、ウィンに行けっていうふうに言ってますけど、実はこのちっちゃいプログラムの寄せ集めなんで、一つ一つちっちゃいプログラムで計算していたやつを確認していくという作業をしてるわけですね。で、これもざーっとこういう感じで、眺めていくと、もうこの辺になると、ちょっと科学をやってる人でも馴染みのある記号が出てきますよね。1S 軌道、2P 軌道、2S 軌道、2P 軌道、で、PS、3P、3D とかっていうのが出てくるわけですけど、あとスターがついてるのが、半結合性軌道なんですね。で、スターついてない方が結合性軌道の、方が出てきてます。これをですね、ざーっともっと下げていくと、ここの、この画面、ここをちょっと見ときたいんですけど、これが出てきます。で、1S、1S、この内角から順番に書いてるわけですね。で、この Win2K が、いいなーっていうふうになんか、言われてるところは、すべての軌道を計算してるってことで、前、やってたカンタムエスプレッソとかはですね、この、上の方の家電自体のところとかくらいしか計算しなくてですね。まあ、それで計算早くしてるわけなんですけど、このギポテンシャルっていうのを使うんですけど、まあ、これは、ギポテンシャルとかはもう使わずに、まあ、これ全部、すべての、内角から全部電子を計算してますと。ということで、非常に計算コストは高いんですけど、その分精度が高いっていうふうに言われてる方法です。ここを見て、次に、ここですね。まあ、どれくらいその、軌道電子が埋めてるかっていうことに多分対応してることかと思うんですけど、で、ここの内角のところはこれ、1でいうことでフルで詰まってますよね。で、3S、3P くらいのところ、これもまあまあ、詰まってますよと。で、次に、3D 軌道の、スターがついてるとこ。になってくると、少しですね、その電子の詰まり具合が減ってきて、で、4S 軌道になると、まあ、あまり電子がいないと、まあ、少しはいますよ、というのが、わかるようになります。ということで、これでですね、自動的に 1S、2S、2P くらいまでが、くらい、ここまでが、内角ですね、コア軌道っていう風に選ばれるんで、コアが true になるわけです。で、3S、3P が、ここのところですね。で、これが、コアじゃないんだけども、電子はほぼ詰まってますよということで、極材軌道になるわけですね。で、3D と 4S は、コアでもないですし、だから、F が出てますよね。もうないですし、まあ、電荷が1よりかなり、少ない。まあ、これはまあ、まだ結構詰まってる方ですけど、ここになると、あまり電子がいないという状況なので、原子化状態ですね。っていうことになるわけです。まあ、結合に関与するところがこの辺ですよと。なんか分かってきましたね。はい。勉強になります。で、これもね、まあ、量子科学とか、物理科学とかの教科書を見てるだけだと、結晶が分裂とかがあったりとかね、こうスピンがこう、エネルギーが分裂してとかっていう図が出てきたりしててですね、あれを結構機械的に暗記してたと思うんですけど、こうやってなんか数字で表れると、なんか実感しますよね。はい。なんかその、イメージしやすくなるっていうことなので、実はですね、この計算すると、計算科学の手法を身につけていくと、普通に、理屈が分かってくるっていうメリットが出てきますね。はい、ありがたいことです。
ということで、ここが一番大事なので、これを確認すると、セーブ&、イニットラバーですね。はい。で、次ですね、チェック。TICINHST ってやつですけど、これはセッションが TIC とかっていう名前じゃなかったら別の名前が入ります。まあ、チェックの、ドット .INHST ってやつですけど、で、この RKMAX っていうのが、まあ、結構この計算では大事な値ということで、まあ、とりあえずこれをクリックしてますかね。で、こんな感じで、シンプルな画面が出てくるんですけど、で、ここで着目するのは、この数字ですね。この7っていうやつ。この数字なんですけど、まあ、計算の規模とかですね、精度に関わる値というふうに考えていいようですね。で、通常は、まあ、5から、9くらいの値を入れるということで、今回は、まあ、デフォルト推奨の7のままでいきたいと思います。で、あとこれマニュアルにちょっと書いてたんですけど、水素とかみたいに非常に小さい原子が入ってるっていう場合は、3とかに設定するといいっていうことみたいですね。はい。で、これを、セーブ&インタラバーでこれで、いきます。で、次に、チェック TICIN2ST と、いうのを押すと、で、これフェルミ、メソッド&Gmax とかっていう、こうコメントが書いてあるんですが、はい、押してみましょう。で、結構こういうちょっとシンプルな画面なんですけど、何をしてるかというと、各原子の位置における対称性を調べて、まあ、各原子の位置でですね、球面調和関数っていうやつの項の数を減らすために、まあ、座標軸の変換を、行ったりして、ることをこの裏でやってるみたいですね。こうなんかちょっとなかなか、ここ見ただけではわからないんで、やっぱりちょっとマニュアルを読んだり勉強したりっていうのが、多分必要になってくると思うんですが、で、なんだろう、その知識、何をしてるのかだけはさらっと、見とくと。で、球面調和関数ってやつなんですけど、球関数っていうふうに呼ばれるみたいですね。で、まあ、数学とか物理でいろいろこう、定義が微妙に異なるらしいんですけど、球面座標で書いたラプラス方程式の変数分離解を記述するのに用いることができる関数、y、nk, シータ、ファイみたいなやつの説明がですね、いろんなところに書かれているんですけども、図を見た方が多分分かりやすいと思うんで、これ図貼っときます。で、これ出てくる l とか m って何かなと思って、なんか方位量指数の l とか、磁気量指数の m とかに対応してる。l がですね、0、1、2ってやつで、m が、マイナス l からプラス l まで 2l プラス1個あるっていうやつ、例のやつですね。で、L の012が SPD に対応しますっていう風にすると、なんとなく分かってくると。これで OK ですね。で、次に、だいぶ半分くらいも行きましたね。Prepare Input File。で、これを押してあげると、ちょっと画面が切り替わって、で、ここからもういよいよ密度半関数計算、DFT 計算の細かいところに入ってくるんですね。さっきポテンシャルを決めてとかしてましたけど、今度は具体的にどういうふうに計算するのっていう感じになってきます。で、最初のですね、X、K、ジェンって書いてますけど、K 点のジェネレーションっていうことですね。これをクリックしましょう。ちょっと時間かかります。で、そうすると、ナンバーオブ K ポイントっていうのが出てきて、で、これがよくDFT 計算の論文とかで出てくる K 点が1000点とかね。ここで、これデフォルトで言えるのは、一応推奨されてるのが1000です。この線の由来なんですけど、3次元でいくとこの 10×10×10 が線になりますよね。で、その線点のところを計算するということなんですが、で、これもブリルアンゾーン、まあブリルアンゾーンって言ったりするんですけど、これも、キッテルの教科書とか見たら一番最初の方に出てきて、何これみたいな感じするったら結構物理の先生に怒られるんですけど、もうあ、これ大体つまずきますよね。なんか難しいっていう気がしちゃうんですけど、ブリルアンゾーン、ブリルアンゾーンっていうのが逆格子点の単位格子みたいなもんっていう風になんとなく捉えておくと、あとは分かりやすいかなという風に思います。で、単位格子っていうだけあってですね、ブリルアンゾーン自体を空間重点することができるんですよね。で、空間重点したやつの一つを取り出したやつがブリルアンゾーンです。で、それを一つだけ取り出したやつを見てるから、なんでこんな形なんだっていう、こう、いきなり接頭、まあ、接頭8面体出てきてびっくりしますよね。まあ、ブリルアンゾーンの中で積分をしたりするんですけど、
まあ、要はあれが単位公式に当たるわけだから、アコを計算したらいいわけですよね。その積分したいんですけど、これコンピュータで計算しますよね。ということは、コンピュータで計算するためには、差分に変えてあげないといけないと。ちょうど皆さん、高3の時くらいに、積分の授業をするときに、いきなり積分で、インテグラルとかやらんと、シグマから入ってきましたね。階段状に足して、足して、足して。今回は、インテグラルで書いてある積分を、逆に差分の形でシグマの形に変えてあげるっていうことなんで、階段の形に変えてあげる。で、数値積分するっていうことになるんですけど、その階段の数ですね。っていうふうに考えてあげると、大体のところは、で、それが、一辺が10段で、一辺が10段で、一辺が10段で、全体空間を線に区切りますよ、みたいなことね。で、それを、逆格子空間の中でやりますよっていうことになります。ブリルワンゾーンっていう、この、接頭八面体、接頭八面体ですね。で、これが、なんかもうちょっと専門的な言い方だと、ウィグナー在通セルっていう言い方をするらしくて、で、アルコー視点とその周りの格子点の間の、垂直二等分面で囲まれた領域における最小のセルのことを、ウィグナー在通法、ウィグナー在通セルっていうふうに言って、それが、この分野だとブリルワンゾーンというふうに呼ばれているということになります。はい。で、この K 点とかって何っていうののもう少し詳しい説明は、第一原理計算特集でですね、表面科学という雑誌で、少し前に、特集されたやつが、インターネットで、フリーでダウンロードさせてもらえるんですけども、そこで、山内淳先生っていう方が書かれた解説が非常にわかりやすいので、ぜひ読んでみてください。で、ネットでですね、逆格子、K 点っていうふうに、キーワード検索したら、結構上の方にですね、第一原理計算の諸条件、サンプル経験、カットオフエネルギー、ギーポテンシャルっていうような表題の解説の PDF が見つかると思います。これの概要欄にリンク貼っておきます。で、このシリーズはですね、少しずつ読んでいったらいいと思います。で、Win2K では、10×10×10 が、線がデフォルトっていうことなんですけど、結構 2×2×2 とかね、3×3×3 とかね、もっと少ない経験で、やってるやつも多いですよね。ければ多いほどですね、差分の形が積分に近づいていくんで、精度が上がっていくわけなんですけど、それだけ計算量が増えてしまうということになるわけです。で、今回ですね、使ってるこの TIC の格子は、プリミティブセルの中に、2原子含まれてますんで、これを2で割った500でも OK っていう話もあるんですけど、そんなにこう、1000くらいだと計算スピードが落ちるわけでもないんで、この状態にしておきたいと思います。でもっとね、細かくやりたいという人は、100×100×100 とかっていうのをきっとやるんでしょうね。あと、これ今回キュービックですけど、縦に長いセルとか、だと、その縦に長いやつの方は分割数が少なくていいとかね。そういう、工夫ができると思います。実空間で縦に長いやつは逆空間で縦に短くて OK っていうことですね。で、これで、確認画面が出るので、エグゼキュートをして、で、こういう風な、確認メッセージが出るので、これでイニットインターラパーですね。で、そうすると、ここで、K 点を1000点自動生成させましたよということで、ビュー K リストを見るわけですけども、で、そうするとですね、ここで、自動生成させた、10×10×10 とは書いてないんですけど、1000点のやつが出てくるわけですね。でも1000点なんですけど、実際表示されてるのは47しかないですね。これなんでかって言ったら、さっき、例えば、FM3 バー M の結晶構造、空間群だと、48個対称性がありますっていう話をしたんですけど、その対称操作をですね、除いて、独立となる種類の点っていうのが、ちょうど47個なんですね。で、対称な点を除いて独立となるっていうのを、規約なとかっていうふうによく言うことなんですけど、これになんか対称操作を加えていくと、1000点分計算できてますよっていうことになります。だから実際は1000点計算するって言っても、47点しか計算しないんですね。っていうのが、やっぱり結晶をちゃんと
やっとくメリットっていうことだと思うんですけど、これもし仮にですね、さっきの F とかを指定せずに P でそのまま、対称性がないっていうプリミティブな状態で、計算させると、1000点並ぶ、1000点までいかへんのかな。でも、おそらくそうなるんだと思います。1000点近い計算をしないといけないでしょうね。で、これで、まあ、ここに出てくるのが、000とか11、マイナス1とかっていうふうになってますけど、この3つの座標が、逆格子空間の格子点ですね。これも、私みたいに実験してる人だと、電子顕微鏡の製品視野解説をしたときに、顕微鏡を覗いたときに見える点々のイメージ。あれです。はい。あれがまさにですね、逆格子空間になってるんで、で、それで、そこの真ん中を000って見てるってことですね。これちょっとね、000面と、っていうのはないよっていう気がするんですけど、その、この111とか1っていうのはそういうのに対応してますからね。ここだけちょっと特殊なんですね。その中心のとこっていうことで。で、さっきの制限視野解説の電子顕微鏡だと、こう指数が小さいやつっていうのは、その一番原点の近いところやから、面間隔が、大きいっていう感じですかね。X 線解説もそうですよね。原点に近いところら辺が面間隔が大きくてっていうとこで。で、原点だと、その、一番その真ん中やから無限大になってしまうということで、まあそういうことですけど、ここだけちょっと特殊っていうことですね。あとは、各面に対応してるみたいなイメージです。実格子と逆格子って、格子面を格子点に変換するっていう、操作で、名前だけ聞くと嫌なフーリエ変換ってやつなんですけど、やってることは、電子顕微鏡で制限視野解説を覗いた時のイメージっていう風に思っていただけると OK ですね。はい。今、そうやって制限視野解説で、絞り入れてっていうのはあんまやらないですね。フーリエ変換でボタンポンってやるんですけど、多分ね、あれをやる前に、自分でなんか絞りを入れたり抜いたりして、少し高さを調節したりとかして、点々が並んだ像が見えると、感動すると思います。はい。余談長くなりましたが、セーブ&インターイニットラパオで。個別の DFT 計算の、どうするかっていうところの、肝のところでですね、SCF っていうのに入っていくわけなんですけど、それのための設定がこれです。で、XDS スタートってやつで、これをクリックすると、で、これでイニットラパオをすると、この時にですね、これ自己無到着計算っていうのが、この SCF っていうのが後であるんですけど、まあ、それの準備をしたというふうに思ってください。まあ、その計算を行う時の最初の電子密度を決めたのが、この XD スタートですね。だから、デンシティの初期値を決めるっていう多分意味のコマンドだと思うんですけど、はい、これをやりました。と、D& CP、このセッション名があって、IN0、STD、IN0 っていうのがあるんですけども、で、ここで、チェック if、gmax、大なり、gminimum っていうのを確認してくださいっていうのがメッセージ言ってますよね。で、これをクリックしましょう。で、スクロールをさせていくと、53、フーリエコエフィシャンツ、カイキュレーティッド、アップトゥ、gmini。で、gmini っていうのの値までこれを計算してますよと。で、次 gmax というところまで、これを計算してますよってことで、まあ、要はこの53と136を見比べて、ちゃんとこの Gmax の方が大きくなってれば、OK ですよということらしいですね。まあ、一応そういう作業をしているということなので、OK です。はい。最後のところですね。で、最後が、パフォームのスピンポーライズド、カリキュレーションということなんですけども、まあ、今回はスピンとかの向きは、特に、考慮してないので、これ、ノーでいいですよね。で、公演だけ確認が終わったので、グレーバックに色が変わって、continue with run scf に来ました。さっきのボタンを押したのと、ここの run scf ボスっていうのは一緒で、この scf サイクルっていうところに出てきます。で、ちょうどこれがですね、
公式のユーザーガイドだと 3.8 節のところで20ページくらいのところに対応してますね。ここで何を見るかということなんですけども、一番多分大事な値というのはですね、コンバージョンクライテリアということで、エネルギーを、まあ、少しずつ減らしていく方向に計算したりとかするわけです。で、増えてしまうこともあったり、減らしてしまうこともあるんですけど、何で終了を判定するかというと、そういうのを、なんかパラメータを変えてもですね、ほとんどエネルギーが変わらないと。リートベルト解析とかでもよく似たことしてましたね。あれはエネルギーじゃなくて、残差の2乗和とかでしたけど。だから試行回数とともにそれが変動しないっていうことが終了の条件なんですけども、まあ、今回は、この第一原理計算では、エネルギーの差が、前回の計算と今回の計算の差が、0.0001、リュードベリー以下だと計算を止めますっていうことになります。で、これも 0.0001、リュードベリーって言うと何のこっちゃって感じですけど、0.00136 エレクトロンボルトですって言われたら、ああ、そうかって思いますよね。はい。で、ちなみにこれは、もっと精度上げようと思ったら、ここに0増やしたらいいですし、もう計算長くて大変っていう時は、これ0一個減らすとかね、まあ、5にするとかっていうのもできるんですけど、今回はこれでデフォルトでいきたいと思います。で、これで OK なので、ここで、スタート SCF。ついに、この SCF 計算っていうのを始めるわけですね。自己無到着計算といった、自分自身に矛盾がない計算ってやつですね。で、これもちょっと待ちます。これ何回もしもわからないんで、ちょっと待つって感じですかね。はい、変わりました。で、そうすると、この画面で、ビュースタンダードアウトっていうことで、標準出力を確認しますよっていうような、状態に変わります。で、これをちょっと見てみましょう。で、こんな感じで、ということで、上から順番でこうやって計算していってるんですね。で、これ計算の途中で見てしまうこともあるので、リロードイン、リバースオーダーにしておくと、新しい情報が上に来るっていうのはちょっと見やすいかなと思うんで、こういうボタンがついてます。で、さっきみたいに、計算の進度ごとに、こう、下に付け加えられていくんだったら、こっちのリロードですね。で、これ見てあげると、最初のところで、まあ、サイクルがあって、サイクル2、3、4、5、6っていう風に増えていくんですけど、で、ここでは特にエネルギー差とかも書いてないですよね。で、次4になって、0.11。で、5になって 0.08。で、6で 0.016、0.012、0.00143、0.00015 ですね。多分、この次のところの、第10ステップに行くところで、さっきの設定した、0.00001 リュードベリーを、下回ってくれたので、この終わったところで、ストップしているということになります。こんな感じでですね、ストップっていうのがちゃんと出てたら、計算うまくいってるんですけど、まあ、うまくいかへんときはですね、多分、どっかで、もうコンパイルとかがうまくいってないときとかっていうのは、もう、このいきなりこの辺でエラーメッセージが、出ます。で、ここまで持ってくるのがちょっとね、ウィンニー系、ハードルが高いかなと思うんですけど、まあ、うまく走ってると、パソコン上であろうが、ワークステーション上であろうが、こういう感じで同じような結果を出せるようになります。SCF 計算っていう、自己無到着計算っていうのが終わりました。自己無到着計算って何とか、SCF 計算は何っていうのは、まあ、結構いろんな教科書にも書いてあるんですが、要はですね、えいって決めて、それが矛盾ってないよう、矛盾がないように、収束させていくというようなことをやっていると思ってください。で、この後もですね、いろいろメニューがあって、例えばオプティマイズ、VCA だと、今回格子乗数特に変化させませんでしたね。でも格子乗数を変化させて、まあ、より安定な構造を作りたいとかっていうときは、まあ、多分このオプティマイズをやっていくということになるんですけど、まあ、今日はそこまでやらないので、格子の、まあ、形とか大きさを固定して、まあ、単純にこの球の接触の仕方を変えたくらいかなっていうふうに思うんですけど、ということで、解析に入っていきたいと思います。で、次、ユーティリティーズですね。ユーティリティーズ。ところで、まずこの一番上に、ショーデイ、ファイル。これをしてあげると、まあ、どの計算にですね、何秒かかったかっていうような情報が、書かれます。今回、
特にですね、1プロセッサーというか、特に並列計算とかはしてないんですけど、並列計算とかをすると、まあ、ここのところの計算が速くなっていくということらしいですね。まさか速さは変わるんですけど、計算の質は変わらないので、お試しというか、最初に勉強するとかっていうときは、このシングルプロセッサーでマルチコアにしなくてもいけるとかっていうことですね。ネットワークで数台の PC とかワークステーションを連携させるっていうのが、まあ、ちょっとそれはそれで大変そうなので、まあ、最初はこれで慣れていくのがいいかなと思います。特に、原子数がね、増えていくと、莫大な時間かかるようになるみたいですけど、まあ、とりあえずは、こういう、こんな簡単な結晶構造の規模だと、普通の PC の、しかも仮想環境であってもですね、数秒で計算が終わるというような感じですね。はい。で、これで、省デイファイルということで、計算に変わった時間を見ることができました。で、これで、まあ、これも一番最後までちゃんと、ストップでいけてますんで、救済文とか出てますんで、OK ですね。で、次、アナリシスのところですね。この小スタンダードアウトっていうのがこの状態ですが、アナリシスの状態で、で、次ですね、これ何をするかって言ったら、カンタムエスプレッサの時でも同じようなことやりましたけど、エネルギーと、ディスタンスと、で、あと、CTO ですね。チャージデンシティのところを、クリックして、で、あと、このグラフィックを忘れずにクリックして、で、これで、アナライズ SCSF ファイルということですね。で、そうすると、まあ、テキスト形式で書かれたやつからですね、グラフを起こしてくれるんですね。で、横軸が、試行回数ってやつですね。イテレーションですか、縦軸に、まあ、その物理量の変化の値が数字で、こういうふうにプロットされているということになります。で、密度反関数法の計算で、このエネルギーとかのこの相対値は結構意味があるってことなんですけど、絶対値は、めちゃくちゃ信頼性があるかって言ったらそうでもないっていうことは気をつけましょうっていうのはよく言われていることなんですが、例えばこういう計算が収束してるかどうかっていうのはね、こうやってプロットしてあげるともう一目瞭然なんで、で、これで見ると、もう大体6サイクルくらいではもうほぼエネルギー一定なんて安定してますよね。で、まあ、ここで終わってもそんなにおかしくないくらいな、状態ですね。だからおそらく、さっきの0.00001 ユードベリーを 0.0001 ユードベリーとかにすると、まあ、この辺で終わったと思います。で、ディスタンス、あとは、電荷ですけど、この原子1と原子2で比べてて、で、チタンの方にあった電荷が、少し減っていって、この辺で安定と。で、そっちの部分が、より安定な状況では、カーボンの方に、これ2はカーボンで設定しますからね、の方に電荷が移って、この辺で、計算がエネルギーとか、まあ、電荷が安定しましたよということになります。ということで、実際には、ここがデルタプラスで、こっちがデルタマイナスになっているというようなイメージですね。電荷が少し移ってますよ、ということです。ということで、もうこれ、今日喋りながらのやつでしたけど、実験データが出たっていう感じですね。まあ、これ、シミュレーションってやってるっていうのは、こう、パラメータをこう設定したら、こういうふうな実験結果が出ますよ、ということなので、まあ、できるだけこう実験ノートをつけるっていうのをやっていくといいと思います。で、これで、アナリシスのとこまでが、できましたので、で、次ですね、ここまで一応 OK だったので、セーブラパをですね、で、そこまでの、データをセーブしましょうということですけど、これは、こういう感じの名前の付け方が、EG って書いてありますから、例えばっていうことなんで、絶対これにしなきゃいけないってことじゃないんですけど、推奨の、書き方ですが、まあ、これで揃えておくと、他の人がやってもね、これをやってくると比較しやすいですね。RKM の7。やっぱこれが重要なんですね、RKM の値がね。で、これ 1000K って書いてたら、1000K と間違えそうになるんですけど、
そういう意味じゃなくて、経典が先行ってことですよね。だからこれ、大文字じゃなくて小文字ですから、線形。使ったポテンシャルが、PBE ですよと。クスペリメンタルボリュームってことで、体積をどういうふうに使ったかって、これ実験値のやつを使ったとかね。まあ、その辺はこうコメントで入ってるっていうイメージで、まあ、ここでとりあえず十分なんで、こんな感じで名前を付けておきましょう。はい。でこれで、セーブですね。セーブ。とすると、この計算でセッションの名前が付いてる TIC っていうのが、TICRKM7 の線形の PBE っていうやつでセーブされると。ということは、計算のパラメータを書いたときにですね、ここのファイル名を書いたやつが、ちゃんとセーブされるということになるわけです。まあ、このね、ちょっとデータをね、セーブするとこまで行くと少しホッとしますよね。こうやって、ここで PC 消えてもなんとか大丈夫みたいな感じですから。で、次、タスクメニューに入ってきます。論文とかに出てくる、DOS、デンシティオブステイトとかですね、あとバンドストラクチャーとか、まあ、この辺を出力できる、メニューになります。で、これができるようになると、うわ、計算できたっていう感じがしますよね。で、一応これ公式のおすすめなんですけど、上から順番にエレクトロンデンシティから、DOS、DOS から、っていう風に並んでるんですけど、最初に DOS をやってから、エレクトロンデンシティプロットをやって、で、最後にバンドストラクチャーやるっていうのが、まあ、おすすめということらしいです。なんでかっていうと、このバンドストラクチャーだけは、計算を追加したりとかすることがあるので、まあ、その値が変わってしまうから、まあ、ちょっと最後に持ってきましょうということですね。値が変わるというか、値をもっと細かく評価するとかそういうことですけど。で、これとこれ別にどっちでも先で構わないんですが、先にDOS をやっておくと、イメージがつかみやすいということだと思います。どういう風な、状態密度になってるかっていうのをちょっと先に見ときましょうっていうことみたいですね。これ別に前後しても全然問題ないんで、DOS の方からやっていきたいと思います。はい、クリックします。で、電子オブステートですね。で、エディット、セッション名で IN1。で、こういうのが出ますんで、セーブ&コンティニューイズ、DOS ですね。で、次が、XK ジェネレーションのやつですね。はい。これもさ、結局さっきと一緒になってきますよね。で、これでも SCF 計算と同じで、センターのままでいいんで、これでしたいと思います。で、これでエグゼキュート。で、ここでビュースタンダードアウトっていうのがあって、まあ見れますけど、これでコンティニューイズ DOS で進めましょう。で、次ですね。ラパウ1ということで、で、これも、コンティニューウィズ DOS。で、次がですね、ここは、オプショナルなんで、特にしなくてもいいよっていうことなんですけど、まあ、一応、見ておくと、例えば、エディット TIC、INQ っていうのも、これ部分電荷の計算に使うとかっていうことらしくて、で、あとはですね、この XQTL っていうやつも、そうですね。こうクリックしていくだけなんで、まあ、特に、数字を変更したりとかっていうのはしないのであれば、こうやらなくて OK です。で、次が、ネセサリーステップってことなんで、まあ、絶対やってくださいってことなんですけど、で、これを X ラパオに、QTL を押して、Continue with DOS。で、次の、次のですね、コンフィギュアイントっていうのがですね、これがめちゃくちゃ大事ですね。こいつを押します。ここにですね、もう、例が書かれてるんですけど、total, 1, tot, dd, eg, こう呪文みたいなのが書かれてるんですけど、これはどこの軌道を対象にするかってやつですね。で、この場合1が、1に対するチタンのやつで、2が2に対応する、炭素のやつが出てきてるわけなんですけども、で、これをですね、このまま入力すると、自分で手で打つと若干危険なので、これここにスペースがなかったり、ここは入れるとかっていうのがちゃんと決まってるみたいなんで、コピーして、ここにペーストするのが安全だと思います。エグゼキュートですね。で、確認画面が出ますので、continue with DOS。
で、次に、ここまで来ましたので、次、エディットですね。エディット INT。で、これも、確認するわけなんですけども、まあ、こんな感じで、トータルの、DOS ってことで、トータルした、状態密度と、チタンに関するやつがこういう感じで、トータルがチタンで、D 軌道だけとかね、D の、EG 軌道と T2G に、分けて、で、あとトータルのカーボンと、S 軌道の、カーボンと P 軌道の、カーボンということになってるわけなんですが、ここでよく T2G とか EG とか出てきますよね。要は結晶場分裂とかの時に、出てくる EG 軌道の方がですね、二重に縮帯してる半結合性の軌道で、エネルギー高い方ですね。T2G の方が、この6配8面体構造だと、三重に縮帯している結合性の軌道の方が T2G 軌道ですね。で、T とか2とか G っていうのは、この結晶場理論で使う記号で、点群の記号です。結晶、私たちみたいに個体でやってる人は、空間群の方が馴染みが多いんですけど、分子の方だと点群の方で勉強しますよね。で、点群が、O の H ってことで、オクタヘドラルの、点群のやつの、表現で、分子の、対称性とかを表す記号ということになります。もっと詳しくはですね、なんか錯体化学とかをキーワードにして、ネットで調べてみたらいいと思います。私もパッと調べてみたんですけど、千葉大学の島津翔吾先生って方が作られてるプリントが非常にわかりやすかったので、これもおすすめですんで、皆さん、概要欄にリンク貼ってきますので、読んでみてください。で、ここまでできたら、OK なので、で、ついにこの辺まで設定できてきましたね。ここまでですね、X テトラ。で、これも、OK なので、Continue with DOS。で、View Output T っていうやつも、これも、ざっと見てあげて、Save and Continue with DOS ですね。次ですね、いよいよ、ここまで来ましたけど、で、これが、DOS の、状態密度プロットを、出力するということです。で、これをクリックして、で、一番こうデフォルトでここに来てますんで、こういった例えば2,3,4 みたいな感じで、これトグルスイッチで、どこのプロットを表示するかってね、選べます。で、もちろんこれこの辺にクリックしたら、カーボンとかね、もうプロットできるわけなんですけども、まあ、とりあえずこれを試しにやってみると、ここじゃなくてですね、これプロットっていうのがありますから、これをクリックします。はい。出ましたね、ついに。いよいよ、論文とかで見る図ですね。これちゃんとね、結構、フェルミレベルのところら辺にこう、ゼロエレクトロンボルトに出ますし、こんな感じで、電荷密度があるんだな、というのが、横軸エネルギーで、まあ、縦軸が、DOS っていうのが、表示されてます。まあ、ちなみにこれグラフにここに、文字重なってますけど、まあ、なんとなくここ見てわかると思うんですが、ここをですね、マイマックスを、例えば12くらいにすると、被らなくなるんで、まあ、綺麗に表示できてますよね。さっき、こういう感じでプロットしましたけど、もっと他のやつを見てみたいっていう時は、例えば、これチタン側でしたけど、ここを、こうすると、こんな感じでやってあげると、カーボン側のやつを見たりとかね。まあ、そういうことももちろんできるようになります。まあ、あんまり線いっぱい出しすぎると見にくいので、多分4つだけにしてあると思うんですけど、まあ、後で自分で重ねたりとかして、もう少しいろんな線を出すとかっていうことももちろんできますよね。はい。というわけで、ここまでが DOS でした。はい。で、次ですね、このエレクトロンデンシティですね。これをプロットしていきたいと思います。SCF で出てきたのと同じメニューが出てきてますんで、まぁ、ちょっとざっと確認で、こういう感じでセーブして、これもセーブして、で、これも、Xラパーっていうのもやってと。
で、要はですね、経営メッシュをちょっと変えることになるので、この辺をもう一回やってるということになるわけですね。で、LS スターと、シグマというのもやって、この辺も同じ値が入ってますよね。エグゼクトと。はい。で、Continue with Electron Density まで来て、で、ここからですね、Calculate Density with X クリステンと。で、これを押すと、X クリステンがもう一回、もう一枚立ち上がります。これは立ち上げ直してるんで、このさっきの黄色に変えたところが、黒に戻ってるんですけど、これ後で設定し直します。で、2D デンシティプロットで、3D もできますけどね。で、アトミックカラーを変えていくとちょっと見やすいので、これ絶対やらなきゃいけないわけじゃないんですけど、一応やっておきましょう。はい。ちょっと見やすくなりましたね。で、ここで、この格子の中にですね、平行四辺形を設定してあげて、そこを計算するということになるわけなんですが、で、その時にですね、どういう、細かさでマップを表示するかということで、何オングストロムごととかっていうのもできますし、あとはその選んだエリアを、グリッド分けしますということもできます。で、こっちでちょっとやってみますかね。100とか、200とか、適当でいいんですけど、公式チュートリアルで120ってしましたんで、120でしておきましょう。120。で、120点に分割したメッシュを使って、で、次ですね。ここで3点を、選んであげるということで、ちょうど今ここ光ってますけど、ここを1、2、3と。ちょっとタイムラグあるんで少し待つっていう感じですけど。で、こんな感じで、選ばれた、原子のところがちゃんとリストアップされて、これで OK だったら、セレクティッドを押してあげるわけですね。で、そうすると、ここがセレクトされましたよと。で、この状態だとよくわからないので、このレクタンギュラー、パラレログラムという、平行四辺形を表示するところをクリックすると、ちゃんとこんな感じで、出てますよね。ちょっと回転してあげると分かりやすいですかね。この一番手前の面のところが、ちょうど平行四辺形。たまたまこれ正方形ですけど、こういう感じになってますよね。で、この、平行四辺形で、囲まれたところだけを、マップとして計算するということなんですけど、そうするとですね、この角の原子がちょうどここが4分の1しか出てないっていうことになりますね。で、できたらこう全部原子を含めたいので、少しマージンを、マチをつけてあげるということになるわけです。0.5、0.5、0.5、0.5と。で、これで、そうしてあげて、アップデートのディスプレイをしてあげると、こんな感じで、ちょうど結合の、半分分ぐらい0.5だけ広がったところが、こういう感じで、マッピング作成の対象領域になりました。で、これで OK なので、サブミットします。サブミット。はい。で、そうすると、次ですね、どんな量を、マップするのというところが出てきますので、で、ここでこれデフォルトの RHO ってやつなんですけど、それ以外にですね、ディファレンスデンシティとか、ディフとか、スーパーポジション、バトミックデンシティ、オーバーとかっていうのが書いてますけど、これデフォルトの SCF デンシティで OK ですね。自己無到着計算をして得られた電子密度ですよと。で、これで OK です。はい。で、これで OK ですね。
で、これ今ね、黒バックで、ね、表示がモノクロームになってますんで、こう全然変化してるのがわからないんですけども、実はこの画面のところが色が変わってるということになるわけなんですが、で、これちょっとこの状態でわからないんで、まず一回レインボーの表示に変えてみます。で、それで、レインボーの表示に変えて、サブミットですね。えい。こんな感じで、真っ赤になりました。この真っ赤になったっていうだけだとよくわからないんですけど、ここをですね、サーモメーター表示っていう風に分布を、色分けするっていうのを、クリックしてあげると、まあ、こんな感じになって、サブミットをするとですね、こういう風に出るわけです。で、ちょうど赤ばっかし出てるっていうのはどういうことかって言ったら、ほとんどのデータが、まあ、この中に入っちゃってるってことですね。0.0265のよりも下ですよってことですね。ということは、ここの範囲が狭すぎるってことなので、このレンジーズで、下限が0.025で一番こうギリギリのところになってますけど、上限を下げてあげたいですね。あ、だから0点、例えば25とか。まあ、実はこれ、一番良さそうな値なんですけど、0.5とかで少しずつ追い込んでいったらいいと思うんですが、で、これでサブミットしてあげると、はい。というわけで、このレンジの中にですね、値がちゃんと、はまってくれますので、一番電荷密度が高いところは0.25で、薄いところが、0.026、以上のところかな。まあ、そのところが赤のところに、なったわけです。で、ちょうどね、この原子のところがどうなってるか見にくいので、少し右パネルをスクロールしてあげて、で、ここでいろんな原子の表示ができます。この辺ベスタとかと一緒ですけど、ここをクリックしてあげると、ボール&スティック表示がですね、ボールが小さくとか見えなくなって、こんな感じになるんですけど、これでもまだちょっとこの点が少し邪魔なので、モディファイから、ボール&スティックレイシオを選んであげて、ここ0.6になってるのを0.0にすると、まずこの太かった結合が消えます。で、この原子の位置も別になくていいので、クローズしてあげてから、モディファイで、これですかね。クリスタルスセルロットファクター。これも、ゼロにしてあげると、今度はこれで結合が消せますね。アップデート。はい。で、この個別の原子の、玉の部分も別に出さなくていいよというときは、ここを押してあげると、点だけ、原子の位置だけ表示されるようなんで、まあ、こんな感じになります。他にも、まあ、これさっきやった、一番ちょっと見えるってやつね。で、あと、ここはこんな感じで見えて、ここは空間重点で見えるってやつですけど、まあ、これでいいですかね。あと、まあ、原子を、完全にプロットしないっていうこともできると思いますけど、で、これで、クローズですかね。まあ、原子核をプロットしないってこともできますけど。で、この状態だと完全に2なんですけど、これ回してあげると、まあ、どこが、どれに対応してるかというのが比較的わかりやすいと思います。この表示が一番見やすいんですかね。こんな感じで。はい。角度をうまく変えてあげると、これがもっと拡大されて見えますけど、あとは、マウスのスクロールボタンとかで、この表示サイズをね、大きくしたりとか、ちっちゃくしたりとか、変えられます。はい。で、今回原子表示してるんですけど、原子を表示してない状態で、この状態だと、どっちがどっちかわかります？これ講演の時の公式のチュートリアルでも聞かれてたんですけど、なんとなくこの大きい方がチタンでちっちゃい方がカーボンっていうような気がしちゃうんですけど、これ実は逆なんですね。これよく見てみるとわかるんですが、この電子運が小さくなってる方がチタンで大きくなってる方が、カーボンです。ということはですね、
さっき途中で見たように、SGF 計算のプロットで見たようにですね、チタンの電荷の一部がカーボンの方に動いてるわけですね。で、こっちがデルタ、プラスで、こっちがデルタマイナスになってると。で、しかもですね、あと、この形をよく見ると、結構球対称に近いでしょ、このカーボンの方は。で、チタンの方は、なんか方向性がちょっと見えますよね、この辺。ということで、このカーボンの方は、これ混成軌道を作ってるわけなんですけど、この、チタンの方は、SP3D2 っていうことなんで、P 軌道と D 軌道の、寄与が大きいということで、で、SP3D2 って、8面体の6方向に結合の手が伸びてる、混成軌道なので、まあそういう、結合のちょっと方向性があるかなっていうようなやつが、こんな四角形の形に見えるとなってます。で、この辺もね、ここの、レンジの幅を変えると、結構、見え方が変わって、例えばこれ0.5とかだと、こんな感じで、緑の部分が多くなってますよね。さっきの0.25とかまで追い込んであげると、一旦原子核の周りが、電子が少なくなって、で、もう少しちょっと一番、ちょっとこの離れた距離のところに電子が濃いところがいて、で、少しずつ電子が薄くなっていって、周辺になると、まあ薄くなっていくということが分かるようになります。で、この辺のレンジをどう取るかっていうのは見せ方による効いてくるんで、あまり恣意的にならないように、この状態を一番うまく伝えれるようにですね、調整していくといいかなというふうに思います。で、これも、例えばこれ0.25になってるから、この辺のぼんやりしたとこもよく映ってるんですけど、これが0.5とかになってくると、最大値を多めに取ると、ここのこれがちょっとなくなりましたよね。それからまだ結合してるっていうのが分かるようにするためには、まあこっちの方が分かりやすいんですけど、まあこのはやっぱり等高線がね、入ってると、なんとなくそんな気がしてくるんで、このアイソラインを、あえて、消してあげると、まあなんか先入観がなく見れるかなと思います。まあこの感じがいいですかね。で、これを、使ってあげると、まあこの辺に電子の濃いとこありますよとかね。で、ここは、特に連続的に変わっていくっていうイメージが、さっきの等高線を使うよりも、わかりやすいですね。はい。電子が雲になってますよっていう、雲のイメージに近いですよっていうのが、さっきの等高線を使うよりも、ちょっとまあ、よく見やすいかなというふうに思います。はい。で、これでうまいことできましたので、まあ、これ、プリントアウトしたかったら、こっちのファイルからですね、プリントとかね、あと、プリントクリスタルというファイルっていうふうにすると、ここの、ピン形式とか JPEG 形式とかで保存できますので、これ適当に選んで、論文に貼り付けるということができるようになるわけです。なんか実用性出てきましたよね。かなりですごいですね。はい。電荷密度の、計算ができました。で、あと、今日チュートリアルで最後に、もうこれちょっと一回閉じますかね。ちょっと重くなるんで。はい。じゃあ次、最後、バンドストラクチャーに入っていきたいと思います。で、最後は、よく見るバンド図っていうのを書くわけなんですが、まあ、その時にですね、横軸の設定とか縦軸の設定とかもある程度自分でできるわけなんですけど、まあ、ここでですね、Create TICK リストバンドっていうのを選ぶと、まあ、横軸を自動で入れることができますし、で、この Generate K Mesh Using X Christian っていうのを押すと、まあ、自分でどの辺を計算したいかというのを選ぶことができます。自動でやると簡単なんですけど、まあ、せっかくなんで説明ということでこっちをやってみたいと思います。で、これをクリックすると、こんな感じで、例のブリルアンゾーンっていうのが出てくるわけですね。で、これなんでこういうのが出てくるかっていうことなんですけど、これちょっと回転させた方がわかりやすいんですが、まあ、こんな感じの、接長8面体ですね。8面体の、ところを、頂点を6個切り落としたやつっていうことで、まあ、
窃盗八面体とも言いますけど、ちょっと日本語だと縁起悪いんで、窃盗八面体の方がなんかいいかなって感じがするんですが、で、それを見てあげると、この形っていうのは、実は空間充填ができて、逆行し空間の中にこれを埋め尽くすとですね、ちょうどこの一つを、計算すれば、あとは平行移動で他の点も全部、計算したことになるということなので、まあ、これが、まあ、逆行しの単位公式として使われてるわけですね。対称性全部含んでるんで。この中でも特殊な点っていうか、この六角形の、正六角形の中心の点とか、本当のセンターの点、これ、いわゆるガンマ点ってやつですね。で、これとか、平行四辺形、正方形の中心の点。まあ、ここが、例えば、この公式チュートリアルとかでも選ばれてるんですけど、まあ、特殊な名前がついているような点ということになるわけです。で、その他にも、この辺の中心とかコーナーの点とかね、この辺対称性のいい特殊な点なんで、ちゃんとした名前ついてるんですけど、まあ、今回これで言ってみましょう。で、これちょっとさっきの回転しない状態だと、この手前と真ん中とどっちを選ぶか間違えそうなんで、ちょっと回転してあるのがおすすめです。で、回転させて、点が見える状態で、六角形の中心これですよね。ここの手前の面が。これをクリックして、で、センターをクリックして、そうすると、L 点、ガンマ点まで入りましたね。この六角形の中心、L 点っていう名前なんですね。で、あと、ちょっと違うところで、この正方形の中心、取っておきましょう。はい。で、これが X 点っていう名前ですね。で、こんな感じで、L、ガンマ、X っていうようなパスができました。で、これからやるのは、このパスに沿って、100分割なら100分割して、そこを経点として新たに計算しましょうということになります。で、先あの SCF 計算とか DOS とか電子状態の計算の時は、この空間全体をですね、10×10×1 の1000メッシュに区切って計算するっていうことだったんですけども、今回は特にこの経路沿いに、100点区切ってそれを計算するということで、ここを精度よく計算するということになります。はい。で、まあ、100点多いなと思うんですけど、別に、単発の計算100点やるだけなんで、そんなに時間はかからないんですが、まあ、原子が増えていったりとかね、大きなセルになると、まあ、ちょっと時間がかかったりすることもあると思います。で、これで OK なので、OK を押し、これで Total Number of K Points Along the Path ということで、まあ、100なら100。まあ、これ50とかやったらもうちょっとガタガタになってくるわけですね。これ100やったら、まあ、スムーズな計算ができると。いうことなので、まあ、これくらいでいいみたいです。で、これで OK を押すと、どこの K 点を計算するかで決まったわけですね。で、ここで注意しないといけないのは、この機能で自分で経路を作ったときは、このファイル名を使ってください。で、これを使わないと、勝手にないもんと判断されて、この FCC のデフォルトのやつが入ります。まあ、せっかくね、まあ、その FCC のデフォルトの方でも別に悪くないんですけど、なんか、i がこれなんか大文字で入ってますよね。なんかこう、これ、ユニックス、リナックスの場合は大文字、小文字結構区別してるんで。で、これ結構、大文字、小文字も含めて、一字一個同じにしとかないと、こっちをうまく読んでくれないということがありますんで、要注意ですね。でも、これ私もこれ何度も試したんですけど、なんだってもうまくいかないなと思ったら、このファイル名がうまく入ってなかったんですね。はい。ここちょっとトラップです。で、セーブして、で、さっきちょっと練習した時にもう入れてますんで、Yes にしておきましょう。で、こんな感じで、出てきます。経点のリストがメッシュ沿いに作られましたよ、ということですね。で、これクローズして、で、もう一回ワンドストラクチャーに入って、で、今度はこれが選ばれるはずなので、こちらから順番に、OK で、で、これも、コンティニューで、で、X ラパを2。で、これもコンティニューで、で、エディット TIC。で、ここはちょっと大事ですね。インサートコレクト EF、フェルミエネルギーを入力してくださいっていうことなんですけど、ここに計算されたフェルミエネルギーが出てきますので、ここの値をコピーして、ここに貼り付けてください。で、もともとここは、この X 点 XXX みたいな、同時に、立ち上げるときはなってるんですけど、で、その値の代わりに、ここの0.74、
ていうのをコピーして、で、ここに。貼り付けるということになります。で、あと、ここの行で、LINE の属性っていうのが決まるんですけど、0にしとくと、線が表示されないですし、1にしとくと、ソリッドラインで、2だとダッシュライン、まあ、破線とか点線とか選びますよっていうことですね。で、あと、重い元素は、太く表示しますみたいな、オプションがあって、で、それがファクターがこの5ってやつですね。で、ここを1にしとく、1のままとかだと、線の太さがあんまり変わらなくて、見分けがつきにくいんで、こんな感じにしておきます。で、ちょうどここの、この値と、ここの、150.2 っていうのを確認して、あとセーブですね。まあ、それ以外にこの辺のオプションもいろいろついてるんですけど、これでいきましょう。次、X スパゲッティですね。これ、まあ、実行するコードの名前ですけど、スパゲッティみたいにこう、ぐちゃぐちゃぐちゃとしたソースコードになったっていうことで、なんか自虐的につけた名前かもしれないですけど、まあ、そこを、クリックします。はい。これで、バンド計算が、この裏で行われてて、で、これでコンティニューと、してあげると、最後、プロットバンドストラクチャーに来ます。はい。で、これでできましたね。ちゃんと自分で設定した、L、ガンマ、X 点を、経路沿いに100点分割したやつが横軸で、縦軸が、まあ、こんな感じになってて、さっきフェルメエネルギーを自分でちゃんと入れましたので、その値が、ここに来てるわけですね。で、あとこれ TIC は、導電性があるので、まあ、半導体じゃないので、バンドギャップは開いてないっていう感じで、まあ、結構連続的に、電子が存在してるから、まあ、電子流れやすいと、導電性が出ますよということがわかります。で、横軸変えたいなとか、まあ、やっぱりデフォルトの表示でいいわっていうときは、ショーフルメニューに戻してあげて、ここをもう一回 FCC のままで、クリエイト TIC、K-List バンドというふうにしてあげると、横軸が元に戻りますと。で、ということはもう一回計算しないといけないので、この辺一応確認しつつ、この辺変わってないですけどね、特に。確認したボタンを押すくらいですけど。はい。ちょっと新たに計算してるんで少し時間かかりますよね。で、この辺も一応確認して変なエラーが出てないかなっていうのだけは見とくと。で、この辺も特に横軸変えただけの取り方を変えただけなんで、この辺の中身はフェルメエネルギーどこに変えるかとかは変わらないですね。特に数字変える必要ないですけど。で、これをセーブして、で、スパゲッティコードを実行して、で、プロットバンドスタクチャーにしてあげると、さっき L 点とガンマ点と X 点だけやったのが、もう少し詳しく、W 点とか、ガンマ点とかも入った、Z 点とかも入ったような、経路で、これはデフォルトで入ってるやつですけど、まあ表示されてると。で、この辺の点も、対称性高いところの点なので、まあ、なんすかね、これこのまま表示しといた方が、論文とかやるときもですね、他の人も、これデフォルトでやってるっていう場合も多いと思いますんで、比較しやすいですね。でも、ちょっと他の人とこの横軸の取り方が違うのをどうしたらいいのっていうときは、さっきみたいに、X クリス点で自分で、経路を作ってあげると。で、そういう作業をしてたんですよね。で、いつも教科書とかで見ると、結構いきなりこの図が出てくるんで、この L とかガンマって何とかっていう。私特に物理出身じゃなくて科学で、まあ、ちょこっと量子科学の授業がなんか、3年生の時にあったな、くらいのイメージしかないので、この辺全然詳しくなかったんですが、この計算のちょっと勉強をして、やっと意味が分かってきましたね。いろいろ論文に書けそうな図を作れるっていうこと、プラス、
理解が深まるということで、この計算科学の勉強をやってみるっていうシミュレーションで、あと実際にこの図だけ見ても全然内容わからないんで、自分で、ちょっと時間かかりましたけど、操作していくと、何をやってるかっていうのが、詳しくわかるようになりました。で、これなんてもう本当にこのまま、論文とかに貼り付けて使えるくらいのすごい精度の高い図なので、で、あとはこれ、例えばダウンロード、ハードコピー、ポストスクリプトフォーマットっていうふうにすると、この図をですね、ダウンロードすることができます。で、ちょうどこのダウンロードの中に、今のポストスクリプトイメージで入ってますんで、これ印刷することもできますし、まあなんかメールで送って別のウィンドウマシンで使うとかね、まあいろんなことができると思います。で、あと、フィルムエネルギーのところで、さっきの例でいくつかっていうやつをちゃんと入れなかったら、この縦軸の位置がずれたりとかね、うまく表示できなかったりということなので、ここもちゃんと入れておくと、まあちゃんとした、図になると。で、今回、結構長い時間をかけてチュートリアルをやってきたわけなんですけども、もっと自動操作を入れたりとか、説明を入れなかったらですね、もう10分、20分くらいあれば終わる内容です。で、その内容で、今までちょっと意味がわからなかったようなこのバンド図っていうのを、自分で計算できて、自分で表示できるようになるっていうのは、すごい、メリットがある解析方法とか計算方法だと思いますので、まあ、ぜひ、皆さんもチャレンジしてみてください。はい。というわけで、ちょっと長い、中途になっちゃったんですけども、まあ、ぜひ試していただきたいということで、今回これで終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。